皆さんこんにちは、みずきあおの青色 TV、 イエーイ、始めました、今日は最近匂いが好き最近じゃないな、ずっとやな。で、まあ、香水とかってすごいいい匂いやし好きやねんけど、やっぱりみんなが好きなものって洗濯物の匂いやと思うねん。それで初めてこのこちらじゃん、レノアのオードリュックスアリマージュビジュアロマジュエルっていう服の香り付け専用で香りがつくやつ、なんか洗濯香水みたいな呼ばれてるらしいねんけど、すんごいねんこれ。これまずお試し版でもらってんけど、そのお試し版がめちゃめちゃ良くてハマって、めっちゃいい匂いで、洗濯したのになんか香水ついてるってぐらいいい匂い。しかもその香水がきつい匂いっていうより、こう洗濯の匂いのいい匂いさやから、だからなんていうの、こう例えばみんなこうこれをつけます、で何の匂いみたいな、香水使ってる、洗濯の匂いって素敵やと思う、これってこれが好きやねん。だから同じの買っちゃいました。でその一回使うやつあってんけど、これ1000円ぐらいすんねんや。安くてドンキで700円ぐらいで見つけた時はすごいショックやけど、まあ、大体1000円ぐらいすんねんけども、すごいいい匂いです。でなんか香りは12時間続くし、んで混じり気ないピュアフレグランス体験、ほんまにフレグランスの匂いがすんねんや。でなんかかわいいのパッて開けてな、でここをなカパッて開けてな、ほんならなこんな風にな、ほらなんかビーズみたいな感じで出てくるんや。すごい、ちょっと待ってや、いっぱい出してから見てるね。ほらもうこれ開けてるだけですんごい匂いする。こんな感じのな、粒がいっぱい入っててな、これをな、いつものあべちゃべちゃべちゃ、まあなあなやってもんだ。そう、これを普通に洗濯のとこにドワーってかけるだけですんごいいい匂いになんねん。もうこれにハマって、もうあいい匂い、なんやろうな、すっごいフレグランスのこうめっちゃいい香りやねん。こうもうお試しとかも匂ってほしい、絶対みんな匂って。これ私の最近の洗濯物の匂いですでもう一個買っちゃいました好きになったらすぐ欲しくなる。これはお試し版やから、ちょっとこう長いねんけど少なめの量に入ってて、ほんまに少ない量やねんけど、これもレノアのアロマジュエル、服の香り付け専用で、これも12時間長続きで、むしろ12時間以上持つと思う。ほんまに1日もう今日ずっといい匂いみたいなみたいな感じになる。すんごいいい匂いやねん。そうなんかちょっと変な話、下着もなんてやろうな、こう服の上から匂ってくるぐらいマジでいい匂い。ちょっとこれ気持ち悪いから、もしかしたらカットになるかもしれないごめんなさい。じゃほんまに寝てる時もいい匂いってぐらいいい匂いやねん。で、まあこれも全く同じ商品で、まあちょっと匂いが違うねんけど、こっちの方がめっちゃ安い。これお試しで150円ぐらいやって、んで、普通のこれ満パン入ってても500円ぐらいやから、すごいお買い得です。で、これもいい匂いねんけど、これはまんま洗剤っていうか、ちょっとなんか車とかそっちとかに使えそうな匂い。うん、あ、いい匂い。でも、どっちかっていうと普通に車のなんていうん、あの匂いあるやん、香り付けみたいな、ああいう感じの匂いがしますけど、すんごいいい匂い。これもなんか他の色があって、まあ、紫とかピンク、赤や、赤とかピンクとか多分あったと思うんやん。でこれも黒とピンクがあんねんけど、ピンク使ってからピンクがいい匂いなと思ってこれ使ってます。もうすんごいいい匂いで、なんか気分によって変えてます。そう、今日はこっち使って、で、なんかもう洗濯物が楽しくなった。もう毎回こう洗濯物か洗濯物あげる瞬間あーってなるから、もうこれはほんまにおすすめ商品です。ごい、もうぜひ、まあ、知ってる方多いと思うし、多分ちょっと全然前からやってると思うから、まあ、知ってる方多いと思うんですけど、もう最近の服の匂いはこれなんで、ぜひこれ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃまたねー。